湘南ベルマーレ移籍情報まとめとスタメン予想。トップ昇格が2人、新加入選手が5人、完全移籍で加入が2人、レンタル復帰レンタル加入含め5人、計14人の選手が新たに湘南ベルマーレで戦うことになりました。移籍の目玉としては鹿島アントラーズから完全移籍で加入した長木亮太選手を紹介したいと思います。川崎フロンターレの下部組織出身の選手で、ユースからトップに昇格することができず中央大学に進学しました。大学4年生の時に湘南ベルマーレに特別指定選手として登録され、リーグ戦11試合に出場しました。特別指定選手の11試合出場は J1 歴代最多であります。2011年に湘南ベルマーレに正式加入すると、大卒1年目にしてリーグ戦36試合に出場しました。続く2012年シーズンもリーグ戦では累積警告による出場停止1試合を除き、チーム最多の41試合に出場してチームの J1 昇格に貢献しました。2013年シーズンはチームのキャプテンに就任、出場停止1試合を除くリーグ戦33試合に先発出場し、チーム最多の4ゴールを挙げるものの、チームは J2 降格になってしまいました。2014年シーズンは J2 リーグ史上最速となる9試合を残して J1 昇格に貢献しました。2016年シーズンは鹿島アントラーズへ完全移籍で加入、中盤のレギュラーとして1年目で鹿島の2冠達成に貢献しました。2019年には怪我人が多く出てしまった時には右サイドバックで活躍をされました。そして今シーズンより7年ぶりとなる湘南ベルマーレへ復帰となりました。今シーズン復帰した湘南ベルマーレで輝けることを期待しています。現役引退、期限付き移籍含め計11人の選手が湘南ベルマーレから離れる形となりました。今シーズンの湘南ベルマーレの予想フォーメーションと予想スタメンになります。予想フォーメーションは 3-5-2 と予想します。ゴールキーパー谷選手、3バック1人目は石原選手、2人目は大岩選手、3人目は杉岡選手、ダブルボランチ1人目は長木選手、2人目は田中選手、右サイドハーフ岡本選手、左サイドハーフ畑選手、トップ下山田選手、ツートップ1人目はウェリントン選手、2人目は町野選手の11人になります。こちらが湘南ベルマーレの予想フォーメーションと予想スタメンになります。昨シーズンは16位とギリギリでの残留でしたが、今シーズン山口監督のもと目標である5位以内を達成することができるか注目であります。今シーズンの注目選手は田中聡選手を紹介したいと思います。 AC 長野パルセイロ U15 を得て湘南ベルマーレ U18 へ加入、2019年4月にトップチームに2種登録されました。2020年5月には2021年シーズンよりトップチームに昇格することが発表、7月の横浜 F マリノス戦で途中出場から J リーグデビューを果たしました。昨シーズンは36試合出場、そのうち31試合は先発出場とチームの中心人物になりました。左利きで足元の技術はもちろんのこと、フィジカルもとても強い選手だと思います。今シーズンの活躍を期待しています。以上 J リーグチャンネルでした。